はい、どうもこんにちは。建築教室のすばるです。今回はこちらね、まあ僕の近所でね、釣ってきた平田教科との、メスにね、産卵してもらって、で、まあちょっとね、産んでくれたんで4匹だけね、取って、まあこのボトル800に入れてるんですけど、こちらはね、もう結構成長してね、10月なんで、今ね、12月なんで2ヶ月経ってるんですけども、結構ね、食べちゃってこんな感じで、もう3年にもなってカレーもしてるんで、まあこちらの餌を交換していこうかなと思います。で、まあ今回ね、使うマットが、まあ、またおなじみのフリコンさんのね、このデブロプロですね、フワデブロプロっていうフリコンさんね、使ってるマットを使っていきます。じゃあもうパパッとマット作っちゃおう。じゃあこれにちょっと水を入れておこうかな。適当でやろっちゃーって水入れちゃって、まあ大体何やろ、4対1とかそれぐらいの配分で水は入れる。そんなんよ分からんけど、まあとりあえずちょっと湿るかなぐらいで全体的にやっていきます。じゃあまあこんぐらい混ぜたら、次ね、こちらこれ800cc の、ね、またボトルにまた入れていきます。はい、まあとりあえずね、 800cc のボトル4本にねマット詰め終わりましたんで、続いてね、平田クワガタが入ってるこの幼虫のねボトルから平田、取り出していこうかなと思います。で、まあ、今回スプーン忘れたんでね、もう普通に叩いてね出しますけど、まあ、スプーンはあった方がいろいろと便利です。で、まあ今回もね、一応体重を測るためにね測定器使っていきます。じゃあやっていこうか。そう、結構乾燥して食ってるな。出てきた。こちらですね。結構でかいな。これはオスかな。ちょっと待って。間違えた。これ上に置いといた方がいい。よいしょ。これね。あ、大丈夫か。はい。18。オッケー、18ね。オッケー、こちら18gですね。じゃあこっちにこのねマット入れた。ボトルに入れて、幼虫がねいた時の土も一緒に入れてあげてください。バクテリアとかは自分がね好きなやつなんか自分で作ってるんで、あいつらは。まあ入れといてあげて、で、思ったよりも手袋が邪魔になった。幼虫のね蓋にね、まあ何日にこのボトルに入れたとか書いてある表記があるんでね、それも一緒に入れて、で、新しくね今日は12月18、19かで、12月19で平田のオスねが、18、はい、あ、まあ、わかるか一応、下手くそ、まあいいや、とりあえず今18ってわかるんでね、俺は分かるんで、とりあえずこれでこんな感じでねやっていきます。はい、続いて2本目、これもまだ平田ってか全部平田なんだよ。よいしょ、続いて、ね、2本目開けていきます。これも結構傘が減ってるな。お、ね、でかっ。よいしょ、出てきましたね。よいしょ、どこでするか。これもオスかな。あ、危ない危ない、自分のケツを噛もうとしないで。とりあえず何だろう、21、結構でかいね。 21g です。はい、21ね。はい、あ、21しちゃった。とりあえず何とか終わるまでといて、あ、噛まない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 、危ねえ、大丈夫や、もういいかな。
うん、ケツも戻ったよ。怖いな。これで入れるか。21結構でかいね。また土を入れてあげて、で蓋どれ、これかちゃんと閉めて蓋を、でこれのね表記の書いたシールを移して、でまあ鉄もまた押すよね。なんか思ったよりも押すが多いかもしれない。で12月19オスねの、平田で21、はい、綺麗に書けた。よいしょ。じゃあ続いて3本目開けていきます。これ結構傘減ってるね。ただちょっと足に、おー、もう出てきた。よいしょ。ただね、心配なのがなんかオスしかいなくね、今オスしか出てないけど大丈夫か。よいしょ。これもまあ、あ、これメスだね。こんな感じで、ここにね、オレンジ色のなんか見えません、ちょっとこう、これこれがね、この卵巣って言って、まあメスにしかない特徴ですね、幼虫の。 29g、結構でかいね、メスでも。と、19ね。はい、ここに、はい、入れる。で、土をまた入れて、よいしょ。これはちょっとよ、なんやろ、ね、なんでやん、期待できそうやねもう期待が出てこない。よいしょ。19やったよね、確か。12月1日、メス。いやー、よかった、メスが出てきてくれて。石形の、19、はい、最後、4本目いくか。これは、まあ、メスでもオスでもどっちでもいいけど、結構傘減ってるね。2ヶ月で結構食うね、平田。あ、よかった、出てきた。あ、これメスだね。最後はメスか。じゃあちょうど、あー、危ない危ない。ちょうどメスとオス2人で分かれる感じかな。よいしょ、電源入れて。ちょ、心配な、もう一回入れよう。で、こちらね、こちら、ここにまだ卵巣がありますよね、オレンジの。これはさっきより分かりやすい。よいしょ。18、うん、結構あるかな。大丈夫か。18ね。で、土入れて、はい、18やったね、確か。こうメスが今18ってなると、最初に出したやつもメスってね、オスじゃなくてメスやったかもしれないなあ。まあそれかただね、オスの成長が遅かっただけかもしれないですけど。これ春前の先にメスの表記、はい、あ、破れた。あ、まあいっかまあ一応分かればいいんでね、とりあえず。こっちも買っとこう。こっちをうまいこと合わせて隅入れようか。はい、おお、結構綺麗やん。12月の18か、19や、19で、平田で、これメスね、18、はい、はい、じゃあもうとりあえずね、今回この4匹、掘り出していきましたけど、まあ、こいつがね、一番重いかな、21g の大きさかな、多分。で、メスでもこいつが一番19ででかいね、メスは。で、まあ、こんな感じでね。まあ、近所の平田クワガタ、まあ結構ね、体重もね、乗ってくれて、多分これからどんどん食ってくれると思うので、まあ、楽しみに浮かまで待っていきたいなと思います。で、まあこちらはね、もう国産なんで玄関で適当に飼育しておきますが、温度管理とか気にせずにね。じゃあ、今回は、この動画がいいと思うわ、高評価よろしくお願いします。それでは、さ
さよなら。